皆さんこんにちは。ミンヒジン代表とハイブの対立はミンヒジンの勝訴という形で一時終結を迎えました。5月31日アドアの臨時株主総会が開かれ、ミン代表の代表職留任は決定しました。しかしミン代表の側近である取締役2人、新副社長とキム取締役は解任されてしまったのです。代わりにハイブ側が推薦した3人の取締役、イジェさんハイブ CSO 最高戦略責任者、キムジヨンハイブ CHRO 最高人事責任者、イギョンジュンハイブ CFO 最高財務責任者が新たに選任されました。ミン代表は KBS のインタビューに応じ、新しい取締役会がニュージーンズの活動にどんな影響を及ぼすかはよくわからないと述べています。ひとまずニュージーンズが6月21日に日本初のシングルを出して、東京ドームまでは私がそのまま進行した通りに続くようだ。この他には今後どのように進行されるかはよくわからない。今後進行される状況を少し見なければならないようだ。アナウンサーがハイブ側はミンヒジン代表がニュージーンズを連れて行こうとしたと主張している。本当かと尋ねると、ミン代表は違う、全く事実ではないのが、どんな状況になっても決定はハイブがすることになると反論しました。私がどんな行動をしても全て知ることになる状況なのに、私が連れて行こうとする行為自体が事実上成立しない。これは矛盾した話だ。我々のアドアを防御するためのある交渉の掲載で、実はいろいろと考えていたのであり、それが現実的に不可能な話。一方でミン代表はハイブに和解を提案しました。私はとにかく株主のためやファンの方々のためにも、そうだし皆のために、特にメンバーのために早い決定が必要だと考える。感情的な部分を差し置いて現実的に考えるべきではないかという観点で申し上げた。しかしハイブ側は妥協する意思はないようです。ハイブ出身の業界関係者は韓国メディアに対し、ハイブに妥協する意思はなく、警察捜査や関連訴訟を通じて結論を下すという立場だと理解していると述べています。さらに衝撃的なのは、ハイブがミン代表を支持していたアドアの幹部2人を解雇したことです。ミン代表の弁護士は、ミンヒジンを解雇する理由がない以上、アドアの2人のリーダーを解雇する理由もないと反発。ハイブが彼らを解雇した場合、それはハイブが裁判所の決定を無視し、正当な理由なく彼らを解雇したことを意味します。ミン代表自身もアドアの従業員に宛てた社内メールでこの件に言及しています。裁判所は次のように述べた。ミンヒジンはニュージーンズとハイブの境界を越え、アドア株を売却するようハイブに圧力をかけることで、アドアに対するハイブの支配力を明らかに弱めた。当社に信頼を寄せていただいている従業員のこれまでの努力が無駄にならないよう、最善の措置を講じてまいります。皆様には安心してこれからも決意を持って取り組んでいただきますようお願いいたします。当社は当社の知的財産の価値と会員の業績が損なわれないよう最善を尽くします。ミン代表とハイブの対立の発端は昨年末に遡ります。ミン代表はハイブとの契約変更を要求していました。問題となったのは、ミン代表が保有するアドア株約 18% のうち約 13% について、この株は今年11月にハイブに売却可能ですが、残りの約 5% はハイブの許可がないと売れない契約になっているのです。ミン代表としてはハイブの許可が得られなければ永遠に売れない可能性がある株を持つことになります。なぜそれが問題かというと、韓国には協業禁止法というものがあるからです。ミン代表がアドア株を保有する限り、アドア以外で K-POP プロデュース業を行うことができないのです。つまりミン代表はアドア株を持つ限り独立が不可能な状態に置かれているわけです。韓国の法律関係者からは、ハイブによるミン代表への縛りは行き過ぎていると指摘する声も上がっているそうです。ミン代表は昨年末からこの契約の変更を要求してきましたが、ハイブは応じなかったようです。そしてミン代表はニュージーンズをハイブから独立させることを画策。ハイブはこれに反発し、ミン代表を解任に追い込もうとしたのです。ハイブはミン代表が契約違反背任をしているなら解任は可能と考えていました。なぜならその場合、ミン代表の持つアドア株約 18% を時価の100億円以上ではなく約3億円で買い戻せる契約になっているからです。97億円もの開きがあるため、ハイブとしてはミン代表を解任したい思惑があったことになります。5月30日、ソウル中央地裁は
民代表の仮処分申請を認める判断を下しました。現在まで提出された主張と資料だけでは、廃部が主張する民代表解任事由や辞任事由が十分に署名されていないと判断する。つまり民代表はアドアに対しては廃任していないというわけです。したがって廃部がアドアの株主総会で民代表を解任するのは認められないとの決定になったのです。ただし民代表が廃部に対して廃任をしている可能性は指摘されています。裁判所は民非人代表がニュージーンズを連れて廃部の支配範囲を離脱したり、廃部を圧迫して廃部が保有するアドアの持ち分を売るようにしたりすることで、アドアに対する廃部の支配力を弱め、民非人代表がアドアを独立的に支配できる方法を模索したことは明らかだと指摘しています。その場合の裁きは廃部の株主総会になるはずですが、民代表はすでに廃部をやめているため、廃部には裁く権限はないというのが裁判所の見解のようです。廃部はこの裁判所の決定について裁判所の判断を尊重し、今回の臨時株主総会で社内理事民非人解任の件に対して賛成する内容で議決権を行使しないと表明。その一方で今後も法が定めた枠内で後続の手続きに出る計画とも述べており、徹底抗戦の構えを見せています。ちなみにニュージーンズの商標権を保有しているのは廃部ではなくアドアだそうです。ですからニュージーンズが仮に違約行為をした場合、違約金を請求するのはアドアということになりそうです。このように見ると民代表と廃部の対立は民代表の独立をめぐる争いだったことがわかります。そしてその争いは泥沼化の様相を呈しつつあります。廃部は裁判所の決定を無視してまでアドアの幹部を解雇に踏み切りました。民代表を支持するファンからは廃部にチベというニックネームまで付けられているようです。チベとは韓国語のかわいそうを意味する首位と廃部を組み合わせた造語だそうです。ただネットユーザーの中には廃部代表のパクジウォン氏に対しても批判の声が上がっています。パク代表が廃部の経営における過ちを認めず、廃部の没落をアドアとその従業員のせいにしているというのです。法廷闘争に発展するのは必至と見られています。ニュージーンズが廃部を離れて民非人についていくメリットはコンセプトや世界観が以前のまま維持されること、デメリットは活動自体が危機に陥る可能性があること、裁判で膨大な違約金を支払うことにもなりかねません。一方民非人を離れて廃部についていくメリットは特にないと指摘されています。デメリットはコンセプトなどがガラッと変わること、廃部やファン PD から嫌われているようなので扱いが雑になされる可能性が高いとも言われているのです。メンバーの今後が心配されるところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録や高評価もぜひお願いいたします。それではまた。